はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきゃみです。今日はガンダムバトルオペレーション2の方、仕事前ですが駆け足で、いろいろ確認していきたいと思います。まずはアップデート情報の方から見ていきましょう。それではスタートです。はい、というわけでアップデート情報の方を確認できましたね。いやー、トークンまたね39個もいただいちゃって、でおまけに今回はねこちらゼータプラス A1 型っていう言い方でいいのかな、はい、アムロが乗ったやつかな。そしてステップアップの方は、まあ、10連トークンの方が 50% オフはまあいつも通りなんですけど、ステップ4まで行けば10連トークン 100% オフということでね、無料で回せるということで、いやこりゃもう回しますわあ、もちろん最初のステップ1で当たったら回さないですけど、はい、まあ、当たんなかったらそこまで攻めてもいいから、かなりたくさんの人が手に入るんじゃないでしょうかね。これはよし、とりあえずもうサクサクとやっていきます。今日はね仕事前ということで、今週ちょっとあまり時間がありません。あともう残業も言い渡されちゃってるんで、今日深夜3時帰宅だったかな。はい、特に新しいやつ乗ってないやつはないから、ここは飛ばそうかな。リサイクルチケットの方も、ドムバラッジのレベル差が来たんだったよね。でギャンの AOS 持ってるの、どうしよっか、この辺獲得できかどうかちょっと悩みますね。リサイクルチケットも何らかの温存してたら、気がついたら1000超えてますからね。そんな使わないかもしれないな。今度この辺まとめて全部買うかよし、とりあえずじゃあやっていこう。抽選配給をサクッとやってね、やっていきたいと思います。衣装の方はエウゴのヘルメットと、パイロットスーツなんですけど、もう前のイベントで多分手に入ってるんで、今回はこれは合わさずにいきます。ステップアップのみで勝負していきたいと思います。あと4号機5号機のこのステップアップも、まあ、ステップ4で次ね5号機今週最低でも取っていくって言ってあるんで、まあ、先これやるか。スペシャル抽選配給からまずいきます。抽選配給に挑戦です。さあいくぜ、3、2、1、0。もう駆け足だぞ今日は、時間がないからね申し訳ない本当に。いやー、つい帰ってきたら深夜3時か。当たったとしても取るのは無理かな、一回寝てからだな。よし、とりあえず演出あるまで連打です。よし、さあ何が来る。無料でこう景気よく持ってない機体。おお、いいやん、スーパーガンダムレベル2。いいよいいよ、こうやって持ってないやつがもらえるってのは嬉しい。おお、しよしよしよし、いいよ。ああ、まあこの辺はしょうがない、大体の機体持ってるからね、かぶるのがもう普通ですからね。おお無料だけどめっちゃ星さん来るな、嬉しい。そしてよくまあ持ってない機体ばっか当たってくれた、嬉しい嬉しい。おマジで、ちょっと無料10連働きすぎじゃない。フルアーマーガンダム、おお、いいね、すごいな、無料10連の引きよ。さあ今度はこっちですね、ガンダム5号機 BST ってやつが手に入るやつ、これ回してなかったんで今週回していこうと思います。さあいくぜ、3、2、1、0。さあこれも当たるって分かってますからね、まあついでに他のなんか持ってないやつとか当たってくれねえかなっていう感じです。さあ、いきなり演出あり。この辺はしょうがない。さあ、ここら辺、どんどん行きますよ。おほほほ
ちょっとちょっと仕事前にね嬉しいじゃないですか。深夜3時になるからちょっと神様ご褒美くれてんのかな。おお、ちょっとすごいぞ。おい、肝心のゼータプラスの時演出ないのよ、勘弁してな、それ頼ます。おお、すごいな。おい、どうなってんの、演出連発だよ。おお、すごいね。これはこの感じでゼータプラスの時にサクッと当てたいですね。で、これが、ガンダム5号機ってことになるのかな。せっかくなら演出見ていきましょう。豪華ですからね。さあ、これで手に入った。さあ、こちらはまあ最悪の最悪当たんなかったらってとこですね。今度の動画候補いや、まあまあ、もちろんゼータプラス当たりゃもうそっち優先ですわ。さあ、行くか。衣装は当たってるから、もう持ってるからいらないし、今回こっち。さすがにステップ4まで回して当たらんことはないと思うんですよ。当たらんかったらみんな笑ってくださいあ、そ、当たらんかったらその時みんなグッドボタン押してください。よし、行くぞ。3、2、1、0。さあ、頼むぞ。ここまで調子よく演出もあったからきっと弾けるはず。めちゃくちゃ星3出てるからね。これなんとか10連で仕留めることがもしできればね、かなりトークン残したまま来月回せるんですよね。さあ、演出あるまではもうポンポン押します。さあ、今のところおとなしい。あ、まずい。これは、これは肝心の時には演出がない。あ、やばい、これ。ないぞ。演出一回もないなんて、あるか。やばい。ひどい。ひどすぎる。いや、まあ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 、今までが良すぎたってことで。いきます。3、2、1、0。拝んだのが間違いだったか、拝まない方が良かったのかな今日拝んでねえなと思って叩いたら全くダメだったな。お願いします。まず演出。うわー、演出がないよ。やばい、演出ない。そう。いや、さすがにな。20連で演出ゼロだったら俺さすが涙が出る。いやー、違う。お願い。いいものが来そうな予感。ああ、来ない。ちょっと落ち着いていこうか。時間ないの分かってるけど、ちょっと。アムロにはちょっと走ってもらわないと。ちょっとこれ訓練が足りないんじゃないか。よし、行こう。行きます。いや、これ逆にここで決められなかった時やばいな。だってここ星3確定でしょ。次別にね、ただで回せるとはいえ確定はないからね。うわ、確定あるんだからお願い。確定で決められればいいから、ここ最悪演出なくても、でもできればここで当ててお願い。あ、違う、怖い。これ当たんなかったら相当やばいな。万事休すだぞ。これがラストかな。あ、違うか、まだ次だな。お願いします。もう8連目なのか9連目なのか10連目なのか。あ、これ確定分。うわー、やばい。これはやばい。ちょっとやばいぞ。
さあちょっとまずいことになりました。調子がめちゃくちゃいいだけに、当たるともうね余裕をぶっこいていたら最後まで来てしまいました。大ピンチです。皆さん助けてください。てかやばいな、演出がないもん。まず演出ない、やばい。あ、よし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 、ここで来るか。これで当たらないとやばいんだよ俺。やられちまう。それでは抽選開始です。ポイントへの通信をお願いします。